ん、こんにちは。どうも、いかがでございます。さあ、前回お約束したように謎の V8 サウンドの正体、1974年のカマロ、俺も買っちゃいました。買っちゃったっていうか交換したんですね、持ってた車と友達と。映画のチンピラとかね、あれに出てたのと同じですね。でやっぱり僕らの青春時代に地元の怖い先輩とかがケツを上げて乗ってたモンローのね、ハイジャッカーのエアショック入れて次の日はピシューッと下がってるやつ、あれとか見て、みんななってみんなこんななって乗っててね、あやなやつ来たよみたいなね、ああいうのがですね、あの頃を思い出す。アメちゃんに、僕らが最初にアメちゃんに乗りたいなと思ったのがやっぱこの辺じゃないですかね。僕はこのカマロにすごく親しみがあったのは、僕は初めて25歳の時にアメ車屋さんに、勉強するためにアメ車の商売とか、まあデビューはしたんですけど食えないから、クリスタルオートというですね、今ヤマトにあるんですけど、その頃鶴見にね、横浜の鶴見にあったクリスタルオート、社長が1個上で暴走族の先輩なんですよね。元住吉のルート20ですよね。荒井隆先輩、どうもお世話になりました。僕のアメ車の師匠でございます。そこに勤めてる時に、まあこれよりもう少し新しい77年から79年までのカマロとコルベットを専門に扱ってたん でその頃、よくねこれ洗車したりとかですね、そういうんでね、すごく愛着というかね、アメ車に入った携わった頃にいじった思い出のある車ですね。でもこれ去年の8月にアメリカから着いたばっかなんで、車検もまだねあとね2年ついてるんですよ。でそんなのもあってスッと乗れるから、何が悪いか、まあバリバリにもう、まあ、このこっちのインパラと比べればね全然あれなんですけど、でも、74年なんで、まあ、普通に乗るには問題のないコンディションにはなっております。車高もちょっと上げて、でオリジナルじゃないのはこのボンネットが、これ多分、その77年8年9年ぐらいの頃のモデルのこのスクープがついちゃって、だからなんか 俺的にはいや別にこれでもいいやって。なんかね、あとはホイールがレッドに一発のホイールがついてるんで、なんかシンプルで可愛いなって、ね、あと圧倒的なやっぱ違いはこのテールのここがね、この73年までは 丸ですから、でこの74年だけこれウィンクがちっちゃいんですよ、ここのコーナーが。74年だけが割とレアモデルで、今多分このぐらいの感じでもアメリカで多分2万ドル以下ないと思います。まああまり車をそういう風には目で見るのは嫌ですけど、まあアメ車はもうこれからヴィンテージカーとしてもこの辺も十分資産価値が出てくる車なんで、まあこれは普通にこのままも乗れるけど、もう少し綺麗にしたい人は、ね、とか僕もそうなんですけど、こう少しずつやっていけば、でベースとしては最高なベースになるなんで、非常にいいです。エンジンはオリジナル、モーターじゃないですけど350の新しいって言ってもらってね、リビルトしてあります。まあ、エアコンのコンプレッサー新品に変えたりとか、はい、でまあ、エンジンはこれは僕らがやったわけじゃないんですけど、もう、こうリビルトされてました。でこんな感じですね。まあ手の入れようと思えばもう全然やるとこまだまだいっぱいあるけど、まあ、とりあえず普通乗るにはこのまま乗れます。今ちょっとセルモーターが調子悪いから、セルモーターだけ配線とセルモーター交換しようかなと思ってるんで、あとは全然問題ないですね。バンパーあるじゃないですか、はい、バンパーってアイアンバンパーに変えられるんですかね。これ、剥がして磨けばアルミなんです。あ、これそうなんですよ。アルミ剥き出しの方がいい人もいれば、うん、こうやって同色の方のがいい人もいるんですよ、うん、これどっちがいいのかなって、難しいですよね。このままでもいいような感じで、この後ろにあるこの、まあこれもそうオリジナルじゃないかあれなんですけど、このウィングも、あってもいいしなくてもいい。
もともと LT はないんで、ないのも好きなんですよ。だけど、あるのも、なんか悪くないですね、別にね。あとは、で、それこそ、クレーガーとかね、当時っぽい SS の方、ね、そうそうですね、まあ、14インチと15インチにして、こういう風にしたりとかね。ケツ上げたりして。ああいうなんか、いわゆる僕らが、免許取る前に先輩たちの見た、嫌な先輩シリーズの、まあ、いわゆるホットロッドですよね。まあ、僕今だったら、こういう、さりげなく、このまま乗るのがね。で、変に、ピカピカなのよりは、なんかこれぐらいのが、なんかこう、肩の力抜けてていいんじゃないのみたいな。ちょっと内装見ていいですか？はい。まあ、だから、ぽいですよね。ぽいです。ぽいですよね。さあ、ここで問題です。74年のカマロでは、一個だけ違うものがあります、この車には。何でしょう？ YouTube ご覧の皆さん、アメ車好きの皆さん、この車、オリジナルじゃないもん。まあ、ボンネットのスクープですね。その他に、もう一箇所、残念ながらオリジナルじゃないところが一個あるんですよ。これ何でしょう？別に何もあげないですけど、コメントください。褒めてあげます。分かったら。あ、答え言わないんですか、これ。答えは言わないです。言わない。はい。言わない。はい。分かったらコメントください。そう、分かった人にだけ僕が、正解ってコメントを返します。でもちろん、このハンドルは、このグランツのに、こうなんかね、グランツが中途半端なのに変わっちゃってるんで、これはもうしょうがないですね。その他に、オリジナルじゃない点が1個あります。これ気がついたらなかなかの、マニアですよ。これあまりにも広すぎるんで、はい、じゃあ僕がこう撮ってますから、はい、映ってそうなったらちょっと音を出してください。はい、ここじゃないですね。はい、ね。テーブルじゃないんだな、きっとな。これはないですね。この右側サイドを今全体撮ってますけど、はい、まあ、ホイールも Z28 なんで、もともとこれのオリジナルではないですけど、まあ、一応カマロね。で、まあ、ボンネットはもう違いますよって言ってあります、前も違う。あれ？あ、これ。ということは外観じゃないですね、これ。外観ではないかもしれませんね。まあ、音出なかったんですね。出なかったですね。見てみてくださいよ。ピピ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 いいな、僕ですね。内装なんですよ。内装の方が、ね、オリジナルな点が、まあ細かく言うと2箇所あるんですけど、まあ大きく1箇所。さあ皆さん、正解の方はただ僕に褒めてもらえるだけです。アメフェスに来たら来年カマロ正解したって言ってくれれば、アメフェスのスタッフ T シャツ3人入りで差し上げます。おお、それいいですね。1年後です。カマロ、はい、67インパラで、96年のタホ、ツードア、ニクで、ジープ、ラングラー、2001年で、あとキャデラック、クーペ、デビルクーペの73年、まあ一応それが今のところ所有で、まあその他にまだ皆さんには言ってないですけど、60年のコルベットを作ってますよ。あと62年のベルヤバブルトップ409持ってます。名車でございます。いいんですよ、はい、そんな自慢話は。はい、こんないりますかって話ですよ。そうなんですね。で、まあ、このカマロも好きなんですけど、やっぱりどうしても僕フォーミュラー美学欲しいですよ。これ買って乗ってるんですけど、で別に問題もないんです、特別だけど、70年から73年までのフォーミュラー美学欲しいんですよ。なのでこれ売ります。もしくは70年から73年までのフォーミュラー美学持ってる人、
交換、もしくは僕が少し追い金しても構わないので、交換またはこの個体ごと売却希望です。で、はい、これはもう売ります。そういうことですね。はい、なので、はい、皆さんこのいくらさんの74カマロ、チンピラ仕様、これをですね欲しい方、もしくは俺のなんか、まあ別にフォーミュラーのやつとは限らなくてもいいです。この車となんか交換してくんねえとか、あとまあ単純に買いたいという人で、値段は、200万まではしないです。だからアメリカで買うより車検2年ついてる状態 で詳細はその時にメールなり電話なりでお伝えしますので、興味のある方ぜひ